ヘッツメロケイサリーさん、アシンちゃん、マコマコさん、サイリュウさん、アキマムさん、ジェムジー、イチャロクジチさん、カナーさん、サムさん、クルナオさん、ピンク、ゴングマさん、ピンクかわいい。あっ、ちょっとね、説明します。シオさん、ありがとうございます。ジェンさん、本番です。本番です。アラちゃん、マシュマロサクラさん、ありがとうございます。スカイゲートさん、ドラン。 たちあこ今日ステッカー送屋手をありがとうねえちょっとさ今日はね今日モーさんが一番よいと思うありがとうねえ今日ももってつけとこうかなありがとうふみふみ68さんマシュマロ堺さ,さんて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 んどうしたシケープンさんおつたなちゃんありがとうございますヒッタンさんありがとうございますおバンドス TG さんあっじゃあじゃ ほんと最近のサルちゃんのアイメイク好きすぎてえ本ほんとにやいらちゃんちょっと変えたのみんなもね変え,変えたって学校のみんなも聞いてくるの泣きしちょうだい次はえさんの次はえさんにで今日は今日はですねそう今日ピンク尽くししんちゃんそうですね今日ピンク尽くしかもしれないなんか今日さ頭かゆいんですよねおでこ こんばんは、神奈川からです。アチ <laughs> いいな、神奈川。今日の学校はどうでしたか、どうぞ、今日の学校は。うんーと。今日の学校は。まあ、自由に行きましたね。 目元が甘くて強いなぁいい表現甘くて強いって認識してる作る系にキツネザさあ,あ、作る系って言はないけど作る系もいいかもこもこさんおつさんなちゃいありがとうこもこさんラジオにして頭かいてもいいよあーありがとうでもうちになんかここ,こ,ここら辺なんですよねかゆいのが海鮮どうしかった味いいないいなおでこにそろそろ目が出るかって言って目出そう本当に本当に目出そう メイクしてると眉毛とかもむみにかけない分か,もう分かる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 かけないからちょっと悔しいよね今日も目が好きすこってやりがとう。星投げしてたらあそういうことバジョブラサクさんそういうことかそういうことかオッケーオッケーもうダメださんこんばんはこんばんは前髪長くて大人っぽいねあっ最近学校でもやれるのこモコさんえであのちょっと今日ですねこちらこちらのピンクのパーカーが あの今日お姉ちゃんんがねね帰ってきたんです、ね、イギリスからそう留学から帰ってきてでこのお土産をね買ってきてくれたんですよでこれがまずねピンクのパーカーねえめっちゃ着心地いいのやばいめっちゃ着心地よくてあのオーバーサイズのやつなんですけどお姉ちゃんが緑らしくて私はどれピンクでね買ってきてくれて。 これからね、秋冬は使って、めっちゃ使っていけそうな、本当に生地が、あの何回、あの洗濯しても。いい感じ。昨日はオールスターの生地さん、え、オールはしてないんですけど、ちょっとね。ちょっと、あのものづくりに集中しすぎてましてね。あの睡眠時間が足りてないってことに気づきました。なんかその。ものを作ってる途中は。 すごく眠くなくてなんかアドレナリンが出ててなんかすごい作っちゃうんですけどあの次の日に来ますね学校にいられたときにあっえ待って眠くなってたのかもしれないと思ってそのとき超眠かったりするそうでアジねこれがまず1個のお土産なのとあとねネックレスをね2個買ってきてくれたのお姉ちゃんおかえりにいケけいしておかえりですね皆さんありがとうおかえりってお土産のパーカーそう似合ってるそうだから着てみたお土産のトレーナーか ちょうだいわたさんああ嘆きすわたさに嘆げきっしゅ心込めて肌よくおにすけ先生ありがとうお父さんも肌よくありがとうありがとうピンク色がよく似合ってるねズベズベさんありがとう、うん、お土産好みの色を買ってくれるさすがお姉えさまやっちめろねシャイトルのもう好きなのをねもう知ってるからそうでなんかアフタヌーンティーっててお姉ちゃんめっちゃ本場のアフタヌーンティーめっちゃ羨ましかったお土産いっぱい優しいそうだね で、これに早く色付けたいなって白鳥思ってるんですよね、これにちょっとで、えっと、二個目のお土産がこれですねお、野球中継見てて、視聴とさんありがとうちょっと見てくれてアドレナリン塗ってる、さらちゃん、可愛いっぺさん <laughs> ありがとう見て こちらちちですね、めっちゃキラキラしてるので、これなんかいいところのやつらしくてこのパンドラパンドラさんこれ有名じゃないこれパーカー熱くないと思モさえっ熱くないですねなぜでだろうマきキマキありがとうマキマキヤッホピンクの洋服が似合ってて可愛いわ。ワンスポポワンマうん嬉しいワンだねありがとうこれそうパンドラさん っていうところパンドラって合ってるかなが1個ね 1> お姉ちゃん海外どうだったの出演次第のデいータちょっと出演は難しいけどなんか海外っぽくなって帰ってきてましたね <laughs> ピンクの欲が似合っててああ読んだありがとうおしゃれですこっちねさすがですよねほんとにアレトリさんさすがアイラちゃんねさすがほんとにさすがシアトリの欲しいものが分かってる ネックレスかおちサラちゃんにぴったりよありがとうでも今日学校でネックレスしてたら怒られました先生にそやそうですよねアイラビありがとうありがとうちゅ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 やちびらありがとうロンドンのアフターンティいいよいつか行けるといいねてえ映像もう行きたくて次はついてこっかなと思いますネックレスかおちサラちゃんにぴったりよんとこやらありがとう だからねしあリーがね例えば来年の夏か冬とかにねあの2週間ぐらい何もあの何も活動しない時期があるかもしれませんその時は多分えっと言ってるリップがいいので見ちゃいますえー、ありがとうありがとうとかお仕事の疲れめっちゃ癒されますよありがとうあ見てほら待ってほら赤くなってるもうここかゆくてトカローの,のお仕事の疲れが全部なくなったら嬉しい。 デンマークのブランドかき氷さ、そうなんだ。で次に二個目。やっちゃうんですけど。ネックレス特定完了、あやちゃん、早い。早いわ。すごく早いですね。これ。これは、なんか。次のやつはヴィンテージ。のものらしくて。白鳥ね、ヴィンテージのもの、本当に大好きで。そこもわかってる。 で、ヴィンテージのものでチョウチョちょっと大きめのチョウチョでしたねパーカーは膝ぐらいまでの大きさ次はさお尻隠れるぐらいかな、うん、さあちゃんおしゃれで実さんうんありがとうでもこれねヴィンテージのネックレスもらいました嬉しいなんか洋服に合わせてね えめっちゃ可愛くないほら洋服に合わせてその日の気分とかに、ね、合わせてで、ね、買いたいと思いますでシアトリーがね今までね一番使ってたのがこれいただいたネックレスハムさんからなんですけど鼻詰まってきちゃったこのなんかめっちゃキラキラするネックレスあるんですよでこれ愛用してて だからこれ,つつこれも使いつつこれも使いつつこれも使いつつで楽しんでいけたらなとまためっちゃ腹詰まってきたんでなんで, <laughs> なんでおお笑っトありがとう今日も帰れねえな一番きストレートロングをお待ちかありがとう TJ さんお姉ちゃんラブそうほんとにねで最後ほんとにねありがとうしか出てこないですねで最後が

ね、一緒に過ごしたいと思います嬉しいよーそうゾの仲間がね増えました今日の幼とても綺麗ですウィルキーありがとう今日のロンドンのアンティークショップ行くと大体ビクトリア時代と説明ビクトリア時代ビクトリア時代と説明されるんだよねビクトリア時代ってあの何ビクトリア時代 ヴィクトリア・ネックレスで出てきたヴィクトリアヴィクトリア王がイギリスを統治していた1837年から1901年の時期を指すだってどの時代ですか近代イギリスでも最も繁栄し多くの自治領宿民地を収集しヴィ、えー、クトリア時代 かなんでなんで説明されるのなんで説明されるんだろうビクトリアビクトリア時代のことをビクトリア町労働者ビクトリア王朝ドレスなんで <で>一番繁栄してたとこ時だからその時代のものが一番人気だからかなってムうってことかな一番繁栄してた時代だから一番人気ってことかな、うん、一番なんか歴史があるのかな一番イギリスが最も華やかな時代だから。 やっちめるね。そういうことかなパイナップルラー持てなくて…ダメ叩 <laughs> いたらキノコとか生えてくるえ生えてくるよマルタ早めに食べた方がいいかもしれないイギリス帝国かき氷そうだねティブチそうかないやそういうこと可愛い,いぞささくらさんでしょパンドラのホームページでネックレス拡大してみた素敵ゴングマさんね素敵ですよね サラちゃん大きさかぶさんありがとうかぶさん投げきしちゃうでウィルキなやィルキに投げきしちゃうかわちいな、ね、あやるちゃんゾウねかわちんね自分自身がヴィンテージみたいなものですさんなるほどゅう先生やっぱおつさなちゃんかわいいですねありがとう流星先い感謝 お仕事していなくてばかチェックを聞けるのにあと4時間もあるけどされで「待って」とかやらあと4時間もあるんだもうお疲れ様です本当にね毎日頑張ってて偉いバンテージの真空管なるものと真空管真空管って何分かった真空管ってあれだ、えっと、試験管あ違うか <laughs> 試験管じゃないか真空管 あ、真空管になってるかこれ何真見てすごい何これすごいこれなんかなんか爆弾みたいな内部を高度な真空とし電極を封入した中空の管のことである陰極から陽極に流れる電子を制御することによって増幅鍵波 セール発信などを行うことがある電子管あるいは発熱電子管あっそういうこと発熱電子管ってことこれあっそういうことかなるほどご一部のオーディオ用アンプレコーディング機械ギターベースランプにぐらいしか使われていませんそえー、そうなんだ ゲッターが熱しく,しくなると進化度が悪くなる基本的にウイスを5000時間使い続けることができるというえー、初めて知ったこれ何これすごいねイギリスのベンジーでレキシャリスをやっちめろねどの欲との組み合わせになるか楽しみあいらちゃんえシャトリもねちょっとこのネックレスであネックレスって欲に大事なんだね多分楽しみ

らそそ休憩時間終わの戻りますあーマジかどっかやろういつも本当にお疲れ様でで配信楽しんでありがとうお待ってマシーちゃんも投げきしちゃうだってマシーちゃんに投げきしちゃうありがとうおそのアイメイク好きマサパパえなんか嬉しいんだけどなんかちょっとえなんて言えばいいんだろうちょっと白鳥的にね今までのアイメイクはあの ちょっとアイドル寄りっていうかちょっと合わせてたんですけどちょっと自分に合うようなアイメイクに変えてみましたなんかはいお業務連絡くまちが昨日さなちゃんが桜の曲をたくさん歌ってくれたことを超褒めてたよえー、なんでうれしいありがとう錦先生なんでなんでだろうそしたら生えてたきのこ食べる <laughs> 食べるのでほんとにまろったん。 あのあのちょっとベッドベタになってあのベッドベタにならないようちに食べてくださいねおしゃべりの,の元気が詰まってるんでアメちゃんに新空間音楽を綺麗な音質で流すための部品ですギターどっあっギターじゃないかなんかラジオしかわからんかき氷ラジオとかに入ってるってこと ?TG さん頭に何かつけて頭に何かつけるか に何かつけますねならなんでだろうなんでお待って嬉しいわあ、けんちゃんありがとう今日も可愛くて好きですありがとうけんちゃん本当にありがとうシムパンプコっぽくてロマあるね 独特なな響きはします、ね、気になるやっぱりかわいいなカブさんえー、何嬉しいんだけどかぶさんありがとうさなちのお勉強タイムあやらちゃんたまに配信であのいろいろ勉強できたらなと思います皆さんの言葉からだから勉強させていただいております皆さんのねいつもの言葉から最近ほんとお姉さんになったからね気持ちいいキャッそんな もう18歳なんでねとかもうみんなに言ってるんですけどなんでだろう多分なんか自分自分は自分でいいやと思ったからですねとしくおつさらたちありがとうしくんありがとううぉびっくりした今ちょっとゾウが自分で動き出したかと思った、ね、こっち超かわいいのこれほんとは のの眉毛の形好き、まあ、えっちょっとすごい嬉しいなんかお前悩んでたんだけど眉毛の形ありがとうそう言ってくれたから、まあ、これでいいかなって思うね五十貫とお届けなのありがとうなさん五十貫届けちょ爆笑感と豪快にありがとう皆さんもうちょっと髪が長かったらいいんだけどねフリフリできるんだけどありがとう今日ねあのね普段ねねでもちょっと内緒にしたが にしとこケイちゃん、投げきしちょうだい。ありがとう、ケイちゃんち。ありがとう。さっゃんかわいすぎて、ドッキティーさん。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。またお美しくなったので嬉しいま、マサパパ。なんんでもつなありがとうございます。投げきし、かわいすぎるかわいすぎるかわいすぎる。えの、ちそんなにうさせっぱにさ回くまち,ち,ちっチーっも私をそしておしを失ってしまったときつらつらそして、からじょう,いうことあ、なるほどね。<laughs> そういうことか、そういうことか、にすけ先せ。 クマチーってねほんとにオタク気質ですよねいい意味でシっルトるりねそういう人とねすごく気が合うんですよほんとにさらちゃんの似声めっちゃ可愛く描きたいって言ってたらしラブだねこもこさんあ嬉しいもうクマチーと結婚するうんクマチと結婚しようほんとにね いじゃあ真面目に考えてるんですよ本当にくまチーとの結婚をシらとトははんかくまチーはネタとして捉えてるかもしれないいや本気かもしれないだけどしらとりは本当にくまチーと結婚したいし付き合いたいって思ってますポップコーンさんごばんはありがとうポップコーンさんあのくまチーのたあのいつも優しいのにあんまり見せないところが好きさらちゃん普段の会話が楽しいわえなに嬉しいって言うさんそんな言ってくださって なんかさ、もうちょっとさネックレスがね見えたいのなんかこう結構見えたいんだけどこう長いから洋服に隠れちゃう時って皆さんどうしてますかネックレス見せたいけど隠れちゃう時とかどうしてますか知りたいその合いはまだ僕からしたらバブマシチョだってマシチョだってそうだよねあれがホントとするならばそうだよねちなんの白鳥もね今日はピンク系で可愛いマクちゃんにできましたありがとう 今日はねそうけんちゃん嘆きしてありがとうこちらこそそのメロの個性がいけるメイクめっちゃ好きだよちめろありがとうみつさんこんばんはこんばんはありがとうございますやっぱあの一度きりのこの見た目の人生かもしれないのであの自分をね抑え込まず最大限に生かしていけたらなって 思いましたねある人の言葉を聞いて「くまいとと結婚したら中継から番犬になります」わまさパパ番犬いいね「ビニール・ヴィバットハート100個ありがとう」「自分の子供の年と変わらんから寝ました」マ「えっ子供いるのマしじゃ子供いるのえっ初耳えっちょっと初耳かもしれないビニール・ヴィバットこんばんピンクヤハありがとうビニール・ヴィバット」 アイラインの形と下目尻のバランスがかみすぎてアイメイク解説動画本当に欲しいアイラちゃんえね出そうかな TikTok にでもね本当にねちょっとね白鳥ね一回こうメイク動画を出したんですね TikTok にだけどなんて言われたんう運営の人になんかやり方がちょっとあんやり方がちょっとよくないというかよくないではないけど編集の仕方がまだ 足りてないねって言われて編集が本当に苦手なんですよねどうしよう <laughs> そうなのマジちゃん初知りなんだけどえそれ知ってるの白鳥だけそれ知ってるの白鳥だけチラメセでいいと思う MKT 本当にちらっと見えるあ、ちらっと見えるかミッケルさんこんばんはありがとうございます 調査のぬいぐるみ電池入れるとあれば言葉をリピートするとかかき込んでん。あ、しないですねこれはあと2万ポイントぐらいで100万ポイントえ、待って嬉しいありがとう待って、100万ポイントを目標にしててこのしょあの、このイベントライバーとして頑張るあなたを応援しちゃいますありがとうございます皆さん100万ポイントを目標にしてたからめちゃめちゃ嬉しい ありがとう、あ、虹ありがとうございますん虹、ありがとうありがとうございますあありがとう、虹スケ先生本当にありがとうございますスナイメーカーマークって好きだなんか逆かと思ってた、白鳥的にね虹すけ先生、このメイクをすると普段よりも強く見えるかと思ってたけど逆なんだね嬉しい1000枚ネーム再挑戦しておきツナーあ、それもね、したいと思ってるだんだん えそうね今日ねあ今日じゃないわえっと今週時間がある時にちょっとねあの TikTok のダンスの撮影に行ってこようかなと思います白鳥スタジオを借りてでちょっとあのママに動画撮ってもらってなんか K−POP とか踊ろうかなって思いますだからねちょ,とちょっとなるべく撮れるようにするからあのぜひ楽しみにしていてください「さなメらのほっぺになんか落書きしたくなるなんで?」 なんかさ触りたくなるとかじゃなくて落書きしたくなるんだねえ。でもね。あのちょっと言うと白鳥も落書きしたくなるんですよね。しかも落書きそうなんか、何回かあの特典会中書こうと思ったことある。いつかエンメック解説講座待ってます。エスターやるちゃんありがとう。待って,て、ちーちゃんこんばんは。ありがとうございます。ちーちゃん、ありがとう。学ぶおじいさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとう。 おティブジー2周目完了ありがとうふんてふんてしてる鼻息出してるありがとうさやちゃんの本気のダンスね本気のダンスとかしてないんですよね最近あレッスンあ、なんて言えばいいんだろうそう本気のダンスを最近してなかったからちょっと本気出しちゃおうかなみたいな感じ今度は書いてあげるマシチョえなんかさ得点階中とか顔に書いていいのかなシャラトリは全然いいんだけどね サちゃあのピュア,アインズワールド期待もちろん気をつけじないよミクロッえっやろうかなおやるねミクロってありがとうアフターライク楽しみに来るあシしあそり全部踊れるよえ踊れるよ来てるんだよ撮ろうかな 他に踊って欲しいやつととかかあります、K、とかで本気ダンスめっちゃ楽しみやっちまめろうん、待っててシャツリーが絶対踊ろうと思ってるのはちょっと大人っぽいやつなんですけど <laughs> XG のこれ。 この曲とこれーコトシュガーコート,シーシーコートでシェアトリよはねこのねこの方をめっちゃ参考にしてこの。 オカベッチって人がいるんですよ、TikTok、にもうねめちゃめちゃ上手くてダンスがなんかお手本となる綺麗さのダンスをしててこの方ほんとに尊敬してるんですけどでこの人のダンスを見てよく覚えてますこの前ゆうゆうの動画にかすかにさらちゃんが映り込んでてみんながんみしたはず <laughs> ママが言ってたでもなんか手が映っててちょっとね恥ずかしかったでいませんほっぺプニプニえなんかちょっと 最近ポニってるかも。<laughs> ありがとう。ほっぺ伸びる。はい、伸びますね。今日もありがとうルナさん。ねえ、こちらこそありがとうルナさん、いつも。年もバツチも子供もそうなんですけどね。え、ちょっと待って。じゃもう何もかも動かなくなってきたよ、マシイチもう。<laughs> ちょっと本当に、あの、本当のことがシャーツではね、知りたいの。じゃないと、あの、なんか、 お話がね心からね通い合いたい <laughs> 日本語変なのなか心からお話をしたいからほんと知りたい激してダンス踊れるの激して激してダンス踊れる TG さんどういうことだろうシューティングスターはシューティングスターキツネさんどんな歌だっけやたこもこさんえっ大好きシャイトル大好きなの あとニュージーンズおどろっかなって思ってたえたえたっていうやつシュガー、うんシューティングスター X シューティングスター調べてみてちょっと待って初めて聞いたかなあこれか ありしかも覚えやすそうこれちょっといいねしてきますこれ踊りたいと思いますあいいねしてたかなり前にユウとピュアでハゲダンスとってそう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 でもあれもねなかなか激しくはないから二十数先生あのダンスも激しいというか,なんか本気って感じじゃないからなんかもうちょっとね ちゃんとしたダンスが踊れたらなと思います。シャキごハの TikTok でサナメロ、んサナメロベビーティーでメロベビーティーで映ってたね、え、どういうことティムジ。シャキごハって何え、どういうことだろう存在も怪しいから、え <laughs> 怖いなぁもしじゃ急に告白ですかえそう白鳥の思いの丈を話してみましたウェーブ嫌いすぎたごもん子さんありがとう白鳥ねちっちゃい頃ねからダンスしてたから <laughs> ウェーブとかねなんか壁とかが学校の壁とかこうあったらこうやって壁でこうやってウェーブしてたんですよこう,う楽しみゴ隈ゴさん待っててさやちゃんのダンスほんと大好きですありがとう竜星先輩 激しいなし踊るのってじさんえ、ちょで、おどって、踊るか別として好きなの <laughs> <laughs> びっくりしたなにこれ本当にびっくりしたこれなにこれありがとうえしーちゃんありがとうなにこれありがとうえ、な <laughs> にこれなんで急に ありがとうおぉ試尺なんで書いてあるんだろうこれありがとうじんちゃんびっくりしたありがとうえーありがとうございますありがとうございますあーうしいなんかクマねなんかクマえーありがとうございます えーすごいくまちゃん来てありがとうございます4尺かき氷で、ね、心臓パチパチだ「百景ご飯イコールぎゅうぎゅうと」「ベビーティー」ああはいはいはいでもそういうことねそういうことねそういうことあそうベビーメターティーをねいつも練習の時は着ててでちなみにねそう だからヒットホンにもそれでビビビッとあのステッカー貼ったら可愛いかなと思ってねそうレッツダンス以来か美意識 AJ そうだね皆さんに見せるのはレッツダンス以来かもしれないおお。百万パった？しんちゃん。あそパン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  て,かてかありがとうてかありがとうございます皆さん100万ポイントありがとうございます100万ポイント達成しましたありがとうございますほんといつもみなさんのおかげで配信ができていてありがとうございます心からありがとうございますさらちゃんんあおーおじゃさん投げきっちょでありがとうおじゃさんおじゃさんにチュッ ありがとうもう9月なんであシベリアさんイヤッホーシベリアさんもう9月ですねそうですね早いでも白鳥はちょっと今学校がね憂鬱すぎてあと半年で学校に行かなくなられるのはちょっと嬉しく感じてきちゃってますねでもね学校頑張って終わったら終わったで恋しくなるんでしょうねでも残りあと少しちょっと思い出を作って 思い出を作ってであの、残りの学校生活は学生としてちゃんと目標を決めてそれを達成してからあの達成したいなと思います昨日の「ゆうダンス動画」に「ベベタティ」を着てたことやっちめろ「うん着てた!」「着てた!着てた」だからもうなんか毎日着てるんですよね本当に。 やったね熊さん、本当ありがとうございますね。熊の4尺花,花火、しんちゃん。なるほど。ありがとう、本当に。紗菜ちゃんのダンスは柔軟性とキリがあって素敵ですますパパ。ありがとう。100万出せじゃない、レズベリーさん。しました。ありがとうございます。皆さん、100万達ありがとう、本当に。ケータローさんありがとうございます。ことさん、おつされちゃん、ありがとう、うん。楽しみ、ダンス楽しみ。こもこさん、待ってて。ニュージーバスーパーシャイ。紗菜ちん、いけるよ。 踊れる。<laughs> 来た瞬間百万ポイント消えたらそう。<laughs> もう本当にありがとうございます。皆さん。もっと。ね、三百五十万目指すか、認識して,て。はい、ちょっと。 終わりまでにもうちょっと高めを目指して頑張りたいので皆さんまたよろしくお願いします、ね、学校が終わる早くないっけたらさんまだ終わんないまだ終わんないですまだ終わんないけどあとあと半年くらいごめんなさいあくび見っちゃうはい <laughs>、はい、スーパーシャーンうんうんうん 今度こそ欲しい商品が届きますようにティムジねえありがとうそうだよね2週目行ってきたぞぞんありがとうぞぞんありがとう買えるかティーじーんかえるか高校生らしい思い出をたくさん作って素敵な残りのラスト学生時代を終えられますようにアイラちゃんありがとうねえこしい思い出をね <laughs> 作れたら嬉しいですねほんとに メンメタが好きなメンバーーー他にいますかマ、まあのマネージャーさんです好きな人がいてメンバーにはいないけどマネージャーさんでガチ勢がいるのでね本当に今度こそあ,ありがとう150万ポイント達成したら何を選ぶさくらさんあと150万ポイント達成したらちょっと見てみていいですか商品 10万えっと100万だったらオーブントースター炊飯器スチームアイロン掃除機テーブルえー、高音質ヘッドホン高解像ドウェブカメラ高音質マイクで150万ポイントだったらミニ冷蔵庫空気清浄機ソファー2人掛けリアル背景 背景布の3種類と背景布スタンド何だこれ撮影用照明セットうんでもね白鳥が欲しいのはこの100万ポイント達成の方なんですよね高音質ヘッドフォンが欲しい高音質ヘッドフォン何がくるか分かんないけどでもね白鳥ねずっとねあの アッップルのヘッドフォンが欲しかったんですよだからなんかそれっぽい本質のヘッドフォンが来たらなと思うのでだから皆さんあの150万ポイントは大丈夫です皆さんあの星投げはすごくありがたくあのだけど皆さんがあのもう大変じゃなくて大丈夫です大変じゃなくて大丈夫もう そう聞いたらそうアバター作れるそう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 ,そうまあ10代はまだ少しありますねあいナちゃんそうだからちゃんとお友達と関わって自分からも関わって体調整えてが一番ですね体調整えるがだから一番、ね、星投げ終了 <laughs> ゲダ太郎さんありがとうありがとう 以前使ってたヘッドホン壊れちゃったからねしんちゃんでもねアップルのヘッドホンはね高いんすよめっちゃ前回のマイク特定は事務所からしっかり通してもらってねそうですねあやちゃん150万いたら100万のものはもらえないのかラズベリーさんえ多分そうなるんですよねそう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 ,そう イベントはえっとえイベントってこれ何日までだろうえっちょっとママイベント何日までこれ3日まで9月3日までらしいですどっちも本当に 本当にあ、皆さん150万ポイントいったら100万のポイントの商品ももらえるのかだってって無事もらえるらしいですあどっちももらえるのうんなるほどで200万いったらそのも,もらえるらしいです <laughs> 知ってる知ってる知ってる <laughs> 知ってる知ってる知ってる そうボスのヘッドホンいいよマジマジマジ知ってるめっちゃ欲しいほんとに星投げストップ TVG えっそこがストップあのねちょっと待って今なんかママに教えてもらったんですけどなんか150万いったら100万ポイントのものも150万ポイントのものももらえるらしくてだったら150万ポイント欲しいなっていうことであの皆さん星投げ再開 <laughs> よろしくお願いします <laughs> ぜひあのでもほんとにあの あれですよ自分の皆さんの本当に負担にならない程度で全然大丈夫です配信ずっと見てたいなって思った方はずっと見てくださったら本当に嬉しいしあのって感じで楽しくやっていきましょうただ150万発達成したらもっと嬉しいよって感じです 5週間とお届けしました。スノースモーさんありがとうございます。ママのアシストいつも助かります。まずはパパね。本当になんかシェアドリがそう。いう説明系を読まないからいつもね。教えてくれる？材料了解。次はさんありがとう。作業じゃない。再開ありがとう。了解です。ラズベリーさんもありがとうございます。すいません、本当に1回いいとか言ったのに。 日日曜日までそうですねマリバラらさん今週の日曜日までですイベントおおサムさんあここで伝わるヘッドホンかこれママトりさんすごいごモコさんそうなんですよちょっとねシアトリね、このロック画面をね おい確認してほんっんにかわいすぎて言葉が出ないかわいさなんですよ皆さんに見せたいけどでも見せれなくってもう本当にこのロック画面をシャッターを見るたびにもうほんとにもう疲れが吹き飛んでますねこのロック画面を見るたびにもうほんと幸せな気持ち直接プレゼントした方が安いしんちゃん <laughs> それをココイさん投げキスちょうだいありがとう投げキス高校イありがとうっちゃありがとうホヤほやほかわいいありがとうございますありがとうスマホだけのアプリで声出しうー声出し技でおしゃつめしてるから大丈夫だよって夢中ありがとうウォーキングしなからコツ電動ヘッドフォンが最適なんですなるほどね なるほどねでも友達にも使ってる人いますこの骨で連動するやつ皆なからの気持ちだからにしんちゃんありがたい欲しいのはヘッドホンイヤホンマサバパパヘッドホンやちがサナメロのトップ画面見てるときと一緒だねやチめロああ嬉しい嬉しいよ私もホ,あのホット画面じゃないロック画面にしてください 私の写真でしょ照れるじゃんけいったらさああっちょっとああっすいませんおっこくんですねすいませんねおっこくんふとした瞬間に待ち受け公開してないのお気をつけてそうねそうなんですよ本当にふとした瞬間にこうちらって見せちゃったらあれなんであのちょっとおでこだけおでこだけここだけ見てこの髪の毛が可愛くないですかこの逆立つ髪の毛これ この逆立ってる髪の毛、これね、確かにどんな聞こえ方するんでしょうね、けたろさんギフト運営費はサラちゃんのお気になると信じているにすけ先生ありがとう <laughs> ありがとうございますふわふわそう、こもこさんふわふわなのなんかもう どうしたらそんな髪型になるのっていうふなんか逆立ち方をしてるんですけどめっちゃ可愛くってもうそれがねもうたまらなく可愛くって本当におでこ見えた可愛い桜さくらさんでしょ本当にもう会いたくて仕方がない白鳥が本当にお彦君に赤ちゃん特有で髪質いいですよねあいちゃんそうですねもうサラッサラ私そのものじゃあ太郎さ <laughs> あれ健太郎さこんな髪型だっけ <laughs> あれおでこにぽぅぽぅの髪かわい、ね、あちめ可愛いでしょおいっ子はさらちゃんのアイドルマシュマロサッカさんそうもう私のもう推しですね推しっていうかもうなんかい命かけて守っていきたいおいっ子くんは本当に心から思う命かけて守りたいラカさんこんばんはこんばんはありがとうラカさん癒しの存在ってすごい力でいだ郎さんね思います本当に本当にそれを思う お家からですね。これも癒しです。これも癒し。赤ちゃんのねはぎとかまいいらしいのいとこの赤ちゃん時代ハマってたアイラちゃんえ可愛いねはぎって寝てる部分がこうはげるってことですよねこう。 いや、かわいいですよね。さらちゃんも、お子っちゃんの髪型希望、じいいさん、いや、希望しないで <laughs>、希望しないで。もち中継さん、さなが一番、ありがとうありがとう、もち中継さん。骨電動のイヤホン、自宅にあるけど、まだ使ったことないさ、エリゅウさん。え、あの、使ってみたら、ちょっとぜひ、感想よろしくお願いします。さら <laughs> ちゃんの赤ちゃん時代も見たいまさぱぱ。さらちゃんの赤ちゃん時代、写真あるかなし、ちょっと見てみていい ね、自分の赤ちゃんの時の写真は一枚も持ってない気がするんですよねよくみんな持ってるじゃないですか持ってないんですよねなんで持ってないんだろうああもうおくんがかわいすぎてほんとにもうなんか心臓が痛いですね しかもお兄ちゃんにめっちゃ似てるんですよいっこくんがまんまみたいなママママ聞こえてないかもしれないママ 写真ある、ちっちゃい頃のさ。うん、この、あ、そういうことか。うん、熊本、熊本にあるみたいです。お目目がくりクりとしていて、めちゃくちゃ可愛いはず、されちゃんのよいしょ、けいたさん。ありがとう。でもなんかね、ちっちゃい時は、なんか、ザ、ハーフの子供って感じする。 ママさんこんばんはお家さん2回目の,あの登場なんですけどさあじゃあしゴールイン早いの寄生さはゴールインってどういうこと寄生舎さんまさしさんおつたちゃんありがとうまさしさんありがとうアルバム持ってこいとあイラちゃんねアルバムが全部熊本かな生まれたての写真をツイートしてたそうもうね初グラビアって言われました恥ずかしいと思ってなんか投稿した後に恥ずかしさを感じてしまいあれ初グラビアだって確かに思っちゃって おしのこみたいにおいっ子くんをおたけしてくれたらいいねラズベリーさんえこうやってねちょっとねつっぱいサラちゃんのイカ焼きの写真ほんと好きでたまに見てます <laughs> 毎日見て毎日 <laughs> サラちゃんかぶってないイメージ買ってたけどもちしゅけさんかぶってないかもあんまりうちの息子くんが赤ちゃんの時思い切っ,ってねハギあったわ <laughs> かわいいねかわいい桂だ郎さん さあちゃんの赤ちゃんですさあちゃんの赤ちゃんなんかねあなんかで言ってたんですよねなんかの YouTube で思い出せないけどなんかどんだけ上司でムカつく人とかなんか対人関係でムカつくしちょっと何言ってんだこの人なんか大丈夫かとか思う人がいたとしてもあのこの人にもあの赤ちゃんの,あのバブバブ時代があったんだと思えばちょっと怒りが収まるって言ってましただから白鳥もね もしそういうことがあったらそう思うって思ってますこい人もバブバブしてた時やったんだよなぁって思ってそう思ってたけど熊本らしくてそうそう俺も俺も s a ちゃんを見ると心臓が痛いです <laughs> そこにとこによろしく <laughs> そういう事同じ感情なのかな同じような感情かなあ,ありがとうハーフの子供って果てしなく可愛いはずケタロさん、うん、ありがとう サちゃんランドセルって何色だっけってってえ、伝って面白い,というね柄ない真っ赤なランドセルさよってましたイカ食べてる写真かわちかったしんちゃんねえありがとうあれママのお気に入りなのあの写真サメ村が可愛すぎて胸が痛いよ手ぶじねえありがとう <laughs> 嬉しいこのキツネナさんのゴールインって気になるどういうことだろう今度ぜひサナの成長過程を見せてくださいもんじゅうけいさん分かりました成長過程のなんかこう 出しますね確かによくゆいが出してたな今年海行ったお嬢さん今年行ってないのお姉ちゃんはイギリスの海に行ってました私は行ってないですね海に行きたい気持ちだけはある気持ちだけは行ってるほんとにイカの次はあちゃんと江ノ島のタコさん食べに行こうちんちゃんねえ行きたいほんとに。 アイタントって江の島行こうって言ってて9月になったら行こうよっていう話しててもう9月入るからティムジー3週目完了よありがとうございますティムジーホンにもうありがたい今サルちゃんがランドセルを背負うとマニア,ニアにまに <laughs> 今背負うか匂うなそう今背負っても3週目完了ありがとうロドマンさんおつさまちゃんありがとうございますか重感と遅れと続けやっちめろありがとう本当にありがとうございます 今のさあちゃんもイカ焼き食べてください竜星先輩えっイカ焼き食べようかなイカって焼けばいいだけですよねうん今年海行ってないなそれを思い返すとって思いますね去年は行きました海にで去年はお友達と海行って海鮮丼食べて写真撮影して 自分の娘の成功100日の写真がそっくりすぎて家族で大爆笑してたあティムジーとそっくりってことイギリスの海ブライトンかなティムジーえっ、ー、どこだろうブライトンあでもなんか、うん、えなんかそんなこと言ってた気もしなかないイギリスの海って冷たいイメージそうなんだでもイギリスって気温が低いらしいですよね 行こうよと思って行った時になることってたくさんありますあっ行った気になってることってねわざパパそうだよね行か焼きってどうしても縁日のイメージは縁日なるほど八百万嘆き師匠の八やちにチに。ちゅっ、ありがとういやあの全然あの持ち直系さんあの白いワンピース着てきました 50カウント遅れてああこう言うなありがとうおいこちゃんの小学校行ったら何年生買ってあげてって,って言っていいさでも本当に買ってあげたいも,んなんかもう何でも買ってあげたい本当にもう白鳥のお金を削ってても何でも買ってあげたいゴールイン一般では結婚だよきつねさんああゴールインって結婚って意味かサイちゃん自身ゴールイン早いのツんだキきつねわかんないなきつね父さんそれは でもねシャーザで昨日ママと話してたんだよなんか結婚のねママって言いんだけどあのー、ママと話してて眠いでしょ聞けたらさなんで分かったのちなみにうちから車で10分あれば海水浴場いいでしょうえめちゃめちゃいいめちゃめちゃいい伊豆出張でサーフィンと海水浴を楽しんでる人を喜びに車で涼しんでました海は素敵でしたあやだちゃん伊豆 <laughs> いいなシャーザゃでサーフィンやってみたいんだよね 夏は快適だと思うと結局言ってました20度前後。しさんおつさおなちゃんありがとうで結婚の話を昨日ママとしてて私はなんか何 <laughs> て言ってたっけママと <laughs> なんかうん上年上の人がいてなんか自分的に思ったんですけど。 なんか30歳ぐらいとか,なんかそんくらいの人がいいなって思っててなんかはいっていう話をしてました食事に行きますね失礼しますまたねごめんなさいありがとう楽しんできてありがとうございます私の編集見にいったらアイドルさんがお店出してたリトムも来年やろうちんちゃんやりたいやばいやりたいモチサラちゃんの結構知らない世界しだけどモテるようなと納得してもモチチフケさんごめんなさい ほんとにねあほんとに本当にねもう鼻で笑えるぐらい持ってないんですよねなんでだろう多分知らんりなんかえ、関わりにくいのかなとかよく最近思いや最近というか結構ずっと思ってたんですけど関わりにくいのかなみたいな思うんですよね自分からも話しかけにいかないしなみたいな本当に、あの もうお友達に聞いてみてくださいもう Did you start school?Yes!、Yeah. あまだ始まってないので、ね、始まったスタートスクールスタート年が離れたいと年がなりたると大事にされるらしいよ TT さんあ大事にされさ,されますさっちゃんは可愛すぎてモテてテーです分かりますよ、先輩いやそれはないです ありがとう竜星いっぱいお言葉すごく嬉しいですありがとうございます今夜スーパーブルースーパーブルームーン月がきれいですよちいちゃんそっか今日今日満月レナさんそろそろ失礼しますねありがとうルナーさんいきますよありがとうルナーさんありがとう昔いった伊豆の海は南国の海のようにきれいだったおじいさん伊豆ってそんなきれいなんだ行きたいな What's today your first d a y 今日は最初の日でしたか No! Yesterday からスタート変わってすぎて告白できんのか TJ さんえ、多分そうじゃないです私まず話さないんですよもうそっから気づいてないといういや違うのを聞いてあるんほんとに違うのもうね違うのもうね根本的に違うんですよ話さないまず クラ生が誰で最初に結婚するかな、ルズベリーさん。ねっでもね、あの、横浜アリーナ、あとじゃあったじゃないですか、あれに向かってる途中になんか、チャペルがあったのかな、わかんないけど、なんかぽいところがあって、で、それで、あ結婚式してみたいなーって思いました。高高のの花花なななんんだよちねありがとうございますそでさあちゃんは 驚愕一応驚愕ですね。Yes, that's i w a s it? a good start.Yes, yes, 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 yes.Good, good, 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 very good. 緊急すぎて真っ向を否定のさなちゃん草木鶴さ違うの、もう本当になんですよ。緊急使うじゃなくて。本当に。スーパーブルームーンらしいお嬢さん。ね、スーパーブルームーンって何あの、満月ではないのあ、バンブーありがとうお疲れ様ででお疲れ様です,お疲れ様です うさんウォーザの満月は明日なるほどスーパーブルームーン直径で約1 4大きく見え明るさもまママすというブルームーンと呼ばれるがえっちょっとこの後外に行って見てみますねありがとうございます あちょっと待って、自動的にこがいたバンプスあそういうことねそういうこととかありがとうあい終思ったのかチャペルの部分見てみたいなリズムのウイニングソングとかえ、ありありありあれありの、ウイニングドレスが着たい同じ好きで2回の満月はブルームーンとも呼ばラシなるほど満月にはいろいろ名前がついてるんでしょしんちゃんえー、初尻なんだけど満月だけじゃないんだねすごい満月がより大きく綺麗に見える日やちめろすごい結婚式だけ体験してもらえしてみたい 父親役候補えたくさんいるかも圭太郎さんたくさんいるかもしれない, <laughs> い,れない俺が同じ学校だったらほったくないぜとここのルームのほぼ全員が思っている <laughs> ありがとうございますおゆうおおすごいあ高嶺の塗子が好きなんだゆなさんありがとうございますさなが一番ありがとうかちやさんおちさなちゃんありがとうございますあ待ってかっくんもいるこんばんみそ みそ味噌ありがとう雲かかってるけどめっちゃ明るいコンさえちょっと見に行きますねこれ終わったらでなんかあの白鳥のお家ではですね満月の日はそんな決まりではないんですけどよくママがその満月に力をもらえるみたいな感じでこう満月を見に行きますね満月見に行って私はいつもこう満月にこうまあちょっと。 大事なものを載せ,せてね満月さんにね力をくださいって言ってます新郎役と言わないところが笑えるでしょ慶太郎さんうん笑えるストロベリームーンっていう満月の月もあるあそうなんだ今日はサめちゃん好きなムーンおじさんえっ今日は今日もでしょう今日も チウェディングドレスは感動で泣きそうになるだよホワイトのミニドレス <laughs> アリアリアリありありウェディングじゃなくホワイトのミニドレス, <laughs> ドレスありアイラちゃんサ <laughs> ナーベイビーは何 ?TD さんおどういうことだサナーベイビー将来オオカミ女ですねもしくはセイラーどっちかっていうとオオカミ 満月の日はオオカミに変身するせェやだるけどな,なんてほらえっ変,変身しないですよ変身しないよ月の光には魔力がこもってるからね信んじゃえ魔女になれるかな魔法使いになれるかなさやちゃんは輝き目っぽいかもマサパパありがとうございます毎日だったおじさん毎日でしょ満月だと体調悪くなりがちこもこさんね満月だとねちょっといろいろありますよねしたと眠れなかったりとか満月で眠れなかったりとかあと あと自信やすかったりしますよ、ね、ウェディーニングドレスは大切なお相手のために大切にとっておいてあえるちゃんはいは <laughs> 大切なお相手のためにってすごくいい言葉ですね白鳥にも本当にこの人と人生を共にしたいって思える大切な相手ができてってなるのかな、まあ、すごい素敵ですねそしたら。 いいまどれしが待てないところが眠いんだなって思いました。だけだもうよくお分かりで、はい。どれがか待ておりません。でも、もうね2二時超えてたいつの間にか1時間喋ってた。びっくりですね。はるんさん、ありがとうございます。だからね、ちょっとそろそろ終わろうと思います、皆様。皆様。 でもね、白鳥が唯一ねあの将来結婚した人の条件としてはあの夢を追い続けてる人がいいって昨日マウトも話してて夢をね自分の目標をもう確実に持っていって、うん、夢を諦めない人がいい白馬に乗った王子様かき氷さんなんかそういった思ってたんですけど多分そんな現実じゃないですよね 普通のことなんですけどん相手とか考えて寂しくなるの、うん、大丈夫で多分まだ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 遠くの先のことだと思うマさパパ進路は俺る程度 KT さんを倒さないと結婚できないけどね <laughs> そうだよねにじすけ先生本当にそうちなみに私は4か月と2週えっ、ー、早っ !?4 か月と2週間早いよタロウさん学校遅刻しないで DT さんえ明日はあ了解です明日も学校かそっか 結構にはまだ大事な試練が入られちゃうね、ありましたね。流星先輩、僕だ、それは僕だ。<laughs> 流星先輩、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか手強いですよ。いや、で手強いか、手強いか。手強い、いや、手強いですよね。だいぶかもしれない。なかなかもう、本当にだいぶですよね、多分もう、ものすごく。 夢を追い続けられちゃってずっと寝てる人かっていつさん違う <laughs> そっちの夢を追いかけても何も生まれない <laughs> そっちじゃないルカスさんおつたらちゃありがとうルカスさんあれ何回も呼んでる気がするだ<さ>からさハード選考ありがとうございますもうこの人は決まりと思ったのよ決めたら早いのよえやっぱそういうことってあるんですかこの人は決まりみたいな朝ドラの万太郎さんかな夢を追い続けてる人お医者さん初めて聞いた 生活はそのメロが支えるんだねってイメーえなんかシャルトリも一緒に夢を追い続けたいですその人も夢を追い続けていてシュシャルトリも夢を追い続けていて <laughs> 1回で クマチというライバルが今後さえそクマチーがいるよクまチがいるよ朝ドラのんあ読めましたね生活力があってが全体かき氷さんいやそれはもうほんとにそうですねほんとにそうほんとにそうじゃあちょっとそろそろねスクショタイムに移りたいと思います今日はこのお土産のゾウさんと一緒に移りたいと思いますせーの ありがとうございます波長がバッチリあるじゃいつか出会いでしょねさあちゃん、ね、これから夢を追い続けるのねこれからはね夢を追い続けたいと思いますはいじゃあ男女の方読みます1位しんちゃんありがとう大きいこまちゃんありがとうございました2位さくらさんありがとうございます3位ゾさんありがとうございます4位ねじす先生ありがとうございます5位やちめろありがとうございます6位びりびバットありがとうございます 7位、徳弥徳ありがとうございます。8位、竜星先輩ありがとうございます。9位、コモコさんありがとうございます。10位、斎藤さんありがとうございます。11位、ラズベリーさんありがとうございます。12位、マサパパありがとうございます。

ではまた明日ですね明日はえっと明日は朝から配信明日朝から配信したいと思います朝どうしようかなまた朝二十 明日朝8時半からまた配信したいと思うので皆さんぜひ来てくださいバイバイじゃあねバイバイ